キリスト教共産主義は、キリスト教内における宗教的共産主義思想。イエス・キリストの教えによれば、キリスト教徒たちが、共産主義を理想的な社会体制として支持しなければ、ならないという見解に根拠を置き発達した、神学的で政治的な理論。キリスト教共産主義が何時生じたのかは正確には、わかっていない。新約聖書の使徒行伝によれば、 エルサレム教会では財産を共有するキリスト教、社会主義共同体を維持したとされている。エルサレム教会とは、進学性格が違った主と、パウロやヤコブも、教会では共有たちの間の不平等があってはいけないと信じた。アウグスティヌスも哲学について述べているが、自由に共有すべきと考えていた。また、中世の教会法では、 万物が神の財産であり、神のものだから、財産の私有は正しくなく、財産の共有が正しいという見解が主流だった。宗教改革期においても、アナバプテスト等の急進的なプロテスタント教派たちは、財産共有を主張しながら、平等社会の具現を、キリスト教を通じて、なそうとした。キリスト教共産主義は、穏健なキリスト教社会主義と、 急進的なキリスト教アナキズムの中間に位置するとされている。キリスト教共産主義者たちは大部分のマルクス主義者たちが持つ無神論的な資格等をいくつかの部分に意見を提示しているが金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がもっと優しいや貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから、などといったキリスト教の言葉を根拠に 資本家が労働者階級から乗与価値を搾取して利益を得るといった経済的な考慮や資本主義が社会主義に入れ替えられ最終的には共産主義に発展するといったマルクス主義者たちの政治的な考慮には同意している。しかしキリスト教共産主義は根本的にマルクス主義とは相入れない。これは社会主義または共産主義社会が 組食される方法に関することであるが、マルクス共産主義者たちの結論を共有するが、その前提には同意しないことが見られる。首都行伝第2章44から46第4章32ありがとうございます。